はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回は中学理科の語呂合わせで、こちらですね、塩素の性質の覚え方ね、これを紹介していきたいと思います。では早速ね、解説の方からやっていきます。はい、ではですね、塩素の性質をね、1番から順番に見ていきます。空気より重いか軽いかなんですけど、塩素は空気よりまず重い、重い性質がある。はい、で続いて、何々臭があるとね、これは刺激臭ですね。刺激臭がある。で続いて、3番目がね、塩素には色がついてて、どんな色かというと、黄色に、こう緑と書いて黄緑色と読みます、はい、塩素は黄緑色、ね、色がついていると。で次はね、なんとか作用となんとか作用って、2つ作用がありますよ、どんな作用かというと、1つが、漂白作用、色を落とす、色を落とす作用をしますよと。でもう一つがね、殺菌、殺菌作用ね、菌を殺す作用がありますね。漂白作用と殺菌作用があると。で、5番目が水に、溶けるか溶けないかっていうんですけどね、塩素は水に溶けやすいですね。そして、最後ね。で、この塩素の水溶液は、酸性、アルカリ性、中性なんですけど、どれかなんですけどね。塩素は、水に溶けると、その水溶液は酸性ですね。酸性ですよ。で、これらのね、塩素を性質を覚える語呂合わせがこちらになりますね。塩基王の主義は、おもろいひょうきんな時計屋さん。縁起用の主義は、おもろいひょうきんな時計屋さん。ね。どういうことかというと、これね、縁起が得意なね、縁起用と呼ばれているこのね、主義っていう人はね、実はね、おもろい、ね、面白いひょうきんな、時計屋さん、時計店を営んでるね、時計屋さんですよ、と。そういう感じでイメージしてもらうといいかなと。で、まず、縁がね、この塩素の縁ですね。王が、ここですね、黄緑色の王ね、この色を表して。で、刺激は、刺激臭の刺激ですね。で、重が、空気より重いの重ですね。氷がこのね、漂白作用の氷ね。金がこの殺菌作用のこの金を表しててね。時計屋が、溶けやすいですね。時計屋で溶けやすいね。で、最後この酸、時計屋さんの酸が、水溶液はね、酸性の酸をね、表してるという感じで覚えてもらうといいかなと思います。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。